MaxHub All-in-One Meeting Board は、タッチパネルディスプレイにカメラ、マイク、スピーカー、Windows OS といった会議に必要なハードウェア、ソフトウェアがすべて一つにまとまった商品です。さらに、ホワイトボード、プレゼン、ウェブ会議の3つのオリジナルアプリにより、対面でも、ウェブでも、ハイブリッドでも、電源を入れるだけですぐに会議を始められます。今回は新シリーズでアップグレードした点と、お客様からご好評いただいている機能をピックアップしてご紹介します。今回新しく発売される V7 シリーズのカメラは、従来の一眼の固定カメラから AI を搭載した5000万画素の三眼カメラにアップグレードしました。3つのレンズのうち、1つは会議室全体を映す広角レンズ、2つは広角2倍ズームとハイブリッド5倍ズームを備えた望遠レンズです。会議室の隅から隅まで鮮明に映し出すことはもちろん、参加者の人数や位置に応じて最適な角度に調整したり、発言者を自動で追跡したり、参加者を個別にクローズアップしたりすることができます。マイクも従来の8個から16個に、集音距離も8メートルから15メートルにアップグレードしました。進化した AI ノイズキャンセル機能は、周囲の雑音を取り払い、会議参加者の音声だけをクリアにお届けします。また AI が空間を認識して自動で低音や高音のバランスを調整することで、聞き取りやすい音声をスピーカーから出力します。さらに実際の会議室の映像を映しながら、集音範囲を手動でカスタマイズできるようになりました。選択範囲以外の音声を拾わないので、オフィスの一角にある打ち合わせスペースなど、周囲が賑やかでオープンな環境でも快適なウェブ会議を実現できます。 4K 対応の高画質ディスプレイは、参加者の表情や投影した資料を細部まで鮮明に映し出します。 V7 シリーズではノングレア加工が施され、従来品よりも光の映り込みを抑制します。長時間見続けても疲れない、より目に優しいディスプレイになりました。資料が見づらい、映像が伝わりづらいといった会議におけるストレスを軽減します。タッチパネルも反応速度や精度が向上しました。従来品よりも追従性が良くなり、誤操作を軽減します。また赤外線方式のタッチパネルでありながら、パームリジェクション機能を実装、手が画面に触れていても書き込めます。 MaxHub All-in-One Meeting Board は、会議の効率化はもちろんですが、使う人の利便性や疲れにくさなどを考え、進化した機能を多数搭載しています。ホワイトボードは電子黒板にペンや指で自由に書き込むことができる機能です。書き込んだ文字を拡大したり移動したり削除することができます。またテキスト化も可能です。さらにページを追加、ファイルを挿入するなど、電子ならではの操作を簡単に行えます。複数人で意見を出し合う会議などには、スマートフォンなどから付箋を送信できるメモ転送機能が便利です。匿名で送られるので、自由に発言しやすく、さまざまなアイデアが出てきやすくなります。またウェブ会議で画面共有すれば、遠隔地からも送信できます。付箋の並び替えも自由に行え、意見を整理しながら効率的に会議を進められます。書き込んだ画面はそのまま本体の内蔵メモリや USB メモリなどの外部メモリに保存することができます。またそのデータをメールで一斉送信したり、プリントアウトしたりすることも可能です。
また生成された QR コードを読み取ることでデータを共有・保存することもできます。プレゼンはパソコンで作成した資料やデータを投影することができる機能です。ホーム画面のアイコンを押すと、ミーティングボードに保存されているファイルが閲覧できます。右側に表示された QR コードをスマートフォンなどで読み込むと、ファイルを送信することができます。パソコンやスマートフォンの画面投影も簡単にできます。特に本体に付属したワイヤレスドングルであれば、より簡単に画面投影が可能です。パソコンにワイヤレスドングルを差し込み、ボタンを押すだけで投影が完了します。投影したデータはミーティングボード側からもパソコン側からも操作することができます。パソコンを操作するために座席に戻ったり、別の人がパソコンを操作したりする必要がなくなり、スムーズで効果的なプレゼンが可能になります。ワイヤレスドングルの特徴は他にもあります。来社した外部の方でも社内ネットワークに接続せずに投影できたり、特定の人のパソコンにしか入っていないソフトも簡単に投影できたりします。プレゼンターの交代も簡単です。別のパソコンに挿したワイヤレスドングルのボタンを一度押すだけで画面の切り替えが完了します。またワイヤレスドングルのボタンを長押しすると、別のパソコンの画面を同時に表示できます。さらにエアプレイやミラキャスト、もしくは専用アプリでスマートフォンの画面も投影でき、最大9画面の同時投影が可能です。アノテーション機能を使うと、本来書き込みのできないソフトであっても図として表示し、書き込みができます。また端末の画面を同時投影した状態でデバイスを超えて書き込みすることもできます。複数の資料を関連付ける打ち合わせの際にご活用いただけます。アノテーション機能で書き込んだ画面をそのまま保存したり、ホワイトボードに挿入したりすることも可能です。会議中や会議終了後に書き込んだ内容を転記する必要がないので、会議をスムーズに進行できます。ウェブ会議はホワイトボード、プレゼン機能を共有しながら遠隔地の方と会議を行う機能です。Windows OS を搭載しておりますので、Zoom、Teams、WebexGoogle Meet などあらゆる Windows 対応の Web 会議アプリをご利用いただけます。ホーム画面の Web 会議のアイコンを押すと、あらかじめ設定した Web 会議アプリが立ち上がります。また他にも画面に表示されたスケジュールをタッチして参加したり、 QR コードを読み込んで会議に参加したりすることができます。V7 シリーズではマイクの数が16個になり、15メートル先までの広い範囲を収音します。さらに周囲の雑音を取り払う AI ノイズキャンセル機能や AI 空間認識機能、収音角度をカスタマイズできるオーディオフェンス機能により、オフィスの一角にある打ち合わせスペースから大人数が集まる大会議室やセミナールームまで、あらゆる環境で快適なウェブ会議を開催することができます。 AI を搭載した5000万画素の三眼カメラは会議室の隅々まで広角に映したり、プレゼンターを追跡したり、参加者を個別にクローズアップするなど、5種類のカメラレイアウトを選択することができます。高性能なカメラ、マイク、スピーカーとホワイトボード、プレゼン機能を使ったウェブ会議は、
言葉だけでは伝わらない細かい指示事項などを分かりやすく伝えられるようになり、ウェブ会議やハイブリッド会議のストレスを軽減します。またオールインワンミーティングボードでは BYOM 機能に対応しています。ミーティングボード本体ではなく、ご自身のパソコンからウェブ会議に参加した場合も、ミーティングボードのディスプレイ、カメラ、マイク、スピーカーを活用したウェブ会議を開催できます。やり方はとても簡単です。ウェブ会議アプリを立ち上げたパソコンにワイヤレスドングルを挿すだけ。ミーティングボードにウェブ会議アプリの個人アカウントを入力したり、会議 URL を転送したりする必要はありません。ミーティングボードが社内ネットワークにつながっていない場合でも、ミーティングボードを活用して快適なウェブ会議を開催できます。MAX ハブオールインワンミーティングボードは2023年世界シェアナンバーワン、国内でも販売台数ナンバーワンを獲得しました。あらゆる業種業界の会議 DX に貢献できる商品との好評をいただいております。教育機関では先生の業務効率化や生徒の学ぶ姿勢の向上に、自治体では災害 DX や研修会での活用に、 ICT 機器が得意な方、苦手な方関係なく使いやすいと好評です。またナイスモバイルでは便利なツールを販売するだけではありません。ミーティングボードは全て国内で厳しい検査をしてから出荷、その後も全国でのサポート体制が整っています。お客様のお声を直接メーカーに反映し、アップデートする取り組みも行っています。さらに全国の各支店のショールームでオールインワンミーティングボードをはじめとした MAX ハブ製品をご覧いただけます。